プロレスニュース、こんばんは。今日は皆さんお待ちかね、日本武道館決戦をお送りしております。この後は世界タッグ選手権をお送りしますが、この日行われたその他のタイトルマッチ、アジアタッグ選手権と世界ジュニアヘビー級選手権の模様をダイジェストでご覧ください。15分が経過しました。白熱のアジアタック防衛戦タイトルマッチであります。今度はダグファーナスが捕まってしまいました。さあまさに合体技のオンパレードだ。ダニークロバットはダメージ大きく入れないぞ。さあどうだ、おっとこれもフェイスバスターか、ブルドッキングヘッドロックですね。あブルドッキングヘッドロックダブルで打ちました。形は悪かったがこれも研究の後が伺える。しかしこれはかろうじてロープブレイク、ロープブレイクです。ダニークロバット、ここまでの攻防、武井さんどうですか、まとめてください。ここはブラックハーツが押してますね、押してますか。ブラックハーツ有利と見ました。放送席、さあ意地でも動かない、意地でも動かない、歯を食いしばっている、髪が逆らっている。ダグファーナス、さあダブルのクロスラインをかわす、足を引っ張った、肩割りにフランケンシュタイナー、フランケンシュタイナー、フランケンシュタイナー、武道館で初防衛に成功いたしました。世代交代はあるか、引きがちょっとですね、うん、右の足首を痛めてますね。今の演技ですね、ひねりましたか、これは決めさせたいですね。これはベルトを任せてやりたい、ベルトを任せてやりたい。あーっとこれももう一回縁のしぶとさ、至近距離からドロップキック、危ない。なんというしぶとさ。しかし山は高ければ高いほど声がいがあります。菊池あと一息です。あとバンクから初週への日本武道館、さあ顔面蹴りが入った、縁の鬼のようなファイトが始まったぞ。もう一回顔面崩れ落ちる、菊池崩れ落ちる、歓声がため息に変わった。あっとカウント3、最後は顔面、非常なる顔面攻撃。さて全日本プロレス中継、来週は特別企画、日本武道館名勝負集をお送りいたします。ババ対エリックから鶴田対三沢まで、秘蔵の VTR で綴る完全永久保存版です。それではその触りをちょっとご覧ください。カウント3であります。ジャイアントババの手が上がりましたが期待になっております。フェルチフォンエリック、ここで鉄の爪アイアンクローを繰り出しました。おそらく回し蹴り、後ろ回し蹴り、ハイキック、ローキック、フロントキック、どんどん出してくるでしょう。さあ両チームスタンディングポジション、シルタとジャンピングリー、ジャンピングリーがハーニバルの顎の先端を捉えた。さあジャンプラリアット。皆さん来週は月曜日が休みです。必ずオンタイムでご覧になってください。私がお正月に公約いたしました視聴率2桁を狙えるのは来週しかありません。この日を逃すと私がピンチになってしまいます。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて私事で大変恐縮ですが、次週より私は海外出張のためプロレスニュースを欠席させていただきます。どうもすみません。そこであの若林恩知らず健二さんがなんと182日ぶりに復活します。馬場社長が183日でしたから1日早い復活となるわけですね。正統派プロレスニュースにどうぞご期待ください。以上プロレスニュースをお伝えしました。